どうも、なるちゃんです。今回は久しぶりに料理企画というか、まあ、ただ作って食べるだけの動画になるんですけど、まあ今日は海鮮丼を作ろうと思ったんですけど、もっとね、あの色鮮やかなね海鮮丼を作りたかったわけですよ。ヘルパーさんが来たんで買い物をお願いして、あのお刺身の盛り合わせをお願いしたらマグロだけを買ってくると。マグロが好きなんですかね。じゃあまあそんな感じでやっていきましょう。じゃあまず材料紹介。まずこれ砂糖のご飯、砂糖のご飯とこのマグロと卵と刻みネギ。よし、じゃあまず砂糖のご飯を温めていきます。待ってる間に卵割りに挑戦していきたいと思います。今回の一番の勝負ここですから。あ、ご飯が温まったけど蒸し。映ってるかな。はい、キヨ、ミスターキヨ、殻が一個も入ってません。ご飯が温まり終わったので丼に開けていきたいと思います。熱い。OK! 1カメにも。はい、どうも。やっぱさ、見栄えはさ、大事だからね。本当に、ご飯一粒食べたら、ちょっと回復した。うまそう。やっぱ将来俺は、あの海鮮丼屋さんを開きたいんで。やばい、俺のセンスが爆発してる。一人前だからと一枚。これ大根もねちゃんと乗せて。ちょっとやばい、めちゃめちゃうまそう。うまそう。ちょっと集中、やっぱ見栄え大事にしたいから、ごまじの集中。 OKOK、 これでいけるはず。うまさをもう食いたい。お腹すいた。今回のテーマはあの手にねハンデがあってもこういうこんぐらいの料理ならできるってことで、あの前回さホットケーキ作ったら全然誰も見てくれないから料理はもうやらないって決めてたんだけど、やっぱり料理できるんだぞっていう。いいんじゃないですか。完璧なんじゃないですか。できましたー。うまそう。なんだっけ、誰だっけ、うまそうっていう人誰だっけ。いただきます。いただきます。うまっ。うめえ、自分で作ったご飯。いつもお弁当ばっかやから。よく噛んで食べよう。うまっ。じゃあまあ食べながら、最近思ってることというか、つくづくなんか日本語って難しいなって思います。皆さん思いませんか？なんか、今日も、ヘルパーさんにお刺身を買ってきてもらったんですけど、お刺身の盛り合わせって言ったらさ、俺は
やっぱりそのエビとかさ、サーモンとかいろんな種類が入ってるやつを想像してたんだけど、ヘルパーさんの中で盛り合わせは、なんか、その盛り合わせというか、まあ、マグロがいいのかなっていう捉え方をしちゃって、だから本当日本語、なんかね、ヘルパーさんと関わってるとっていうか、まあ、ヘルパーさんとっていうか、まあ、人と関わってるとなんか、日本語って、なんか、外国人の方って日本語難しいって言うじゃないですか。わかるなぁと思って、何言ってんだ俺は。っていう感じで、まあヘルパーさんね、なかなかねいろいろやってもらってるからさ、文句は言えないんだけど、なんかもうちょっとこうね、こう具体的に、例えば俺が言わなくて違うものを買ってきちゃって、そのなんかそれ違うですって言ったら、それ理不尽かもしれないけど、俺はこう具体的にこれがいいっていうのを伝えたりしてるんだけど、なかなかそれがね通じない世の中なんです。だから本当はね、自分で買い物行けたらいいんだけど、やっぱり田舎だからさ、スーパーまでもすごい坂だし、車椅子なかなか行けないんだよね。じゃあおうちコープとかは本当にそうそう考えようかな。でもおうちコープってお弁当売ってるのかな、わかんない。てかいつも本当にお弁当しか食べないから、こうやって自分で作った、まあ、簡単な海鮮丼だけど、めちゃめちゃうまく感じる。なんか5倍ぐらいうまい。まあ、マグロなくなったところはほぼ卵かけご飯なんだけど。ごちそうさまでした。久しぶりの料理動画どうだったでしょうか。料理といっても、お刺身を乗っけて、ネギを乗っけて、卵を乗っけて、海鮮丼を作っただけなんですけど、まあ、でも、卵はね、久々にやっても僕はやっぱ器用だったっていうことで、このまま僕はもう自称、ミスター器用で習っていきます。なんで、これからもちょっと器用らしいことを、器用を活かせるちょっと動画を撮れるように、ちょっといろいろ考えたいと思うんで、ぜひ楽しみだなと思った方は、コメントと高評価よろしくお願いします。あと、チャンネル登録もよろしくお願いします。疲れた。じゃあもう今回は、こんな感じで、マグロ丼も美味しかったんで、漬けマグロにすればよかったなって思ったけど、そんな時間はなかった。じゃあ、次の動画でまた、See you!